首都帝は、現朝の第四代皇帝。意名は、福、孔勤務、後に福寺と改めた。小知帝の次男、十八歳で即位。儒教思想を尊ぶ文人とされる。1787年の仏安条約以降、安南王の吉高三角と協調関係を維持した、フランスであったが、1820年の吉高三角の死後より次第に、民心も疎格し、 取得帝即位の頃には、廃物熱が高まりを見せていた。1851年3月21日、取得帝が内外のキリスト教宣教師を廃する旨を通知したことから、キリスト教寺院の多くが国内で壊された。ナポレオン三世は1856年9月に、フランス人宣教師の保護と港の活動を求めて交渉するが、しかし、 死得定が拒絶したことで有問する。1858年にフランススペイン連合軍がダナンに侵攻、さらにサイゴンビエンホアバリアビンロンを占領された。1858年からの高知品戦争中にトンキン地方で発生した飢饉とそれに続く反乱に暴殺された県庁は、1862年に講和条約として人術条約を締結。 高知シナ東部賛成及び、混ン党の割動と2000万フランの戦費、賠償金を支払いを受け入れ、キリスト教と通称の自由化を認めた。国内の動向から一度は、廃物の動きを示したが、結果的に、フランスからの圧力に屈し、フランスの保護領平定に、政学上有用とされた、高知シナ西部賛成を1867年に、奪われ、同年6月に、 普通軍帝督の案内入りを許すことになった。その後、太平天国の系統を引くクレア中の国旗軍が侵入してフランスと対立。1882年には国旗軍と高知市内から出兵したフランス軍との間で戦闘に発展し、さらに首都帝の救援要請を受けた新朝も出兵。新物戦争に発展するが、1883年7月に、 取得帝が崩御。老いの幾徳組門が即位するが、わずか3日で廃位され、代わって共和帝が擁立されるも、重心により毒殺。後を襲った天婦組門も即位後わずか半年で崩御し、弟の官義組門が即位する。短期間で皇帝がたびたび交代する混乱の中、清仏戦争はフランスの勝利に終わり、結果として現状はフランスの保護国として、 ようやく明脈を保つに至る。